水族館ガール第6話あらすじ。ユカは総務へ移動後も現場でイルカの世話を買って出る毎日だった。ユカの気持ちは家事へ傾いていた。本社の森下は水族館閉館が内定したと伝えるが、内見館長は存続を訴える。年度末までに集客3倍増を目指す館長はユカに現場兼任を言い渡す。ユカは水族館に伝わる恋が叶うベンチの伝説を知る。離婚問題に悩む倉野は妻咲子、須藤里の思い出を話し始める。